メディアを再生するヒヨコの精査は非常に少ない。ニワトリのヒナの私有鑑別とは生まれたばかりのニワトリのヒナの性別を鑑別することである。ニワトリは商業的には性別によって異なる目的で飼育されるがヒヨコの精査は非常に少なく私有の区別は困難であるためいくつかの鑑別方法が発達している。また日本では 初生美な鑑別詩というヒヨコの性別の区別についての資格が存在する。ヒヨコの性別鑑定は、ほとんどが大規模な商業目的の付加上で行われる。ヒヨコの死由を区別することによって、販売用の経営卵を産むメスと、ほとんどが鶏肉として売るために飼育されるオスとで、早い時期から、それぞれの商業的役割に応じた異なる餌の与え方をするためである。現在、 サイラン鳥として飼育される鶏種で、最も一般的な白色レグホンは肉用には向かない。ため、オスは種系などを除いて、多くの場合そのまま殺処分される。養鶏では、様々な理由で鶏の性別を区別する。鶏卵を生産するファクトリーファームでは、オスは不要である。また、食用の交配種の鶏を生産するためには、 死于の親鳥の血統が分離されていなければならない。主に羽毛、または、相配泄口による二つの鑑別法がある。諸生ビナ鑑別士は、日本の民間資格の一つで、鶏のヒナの性別を区別するために、特別な訓練を受け、所定の試験を合格した人である。通称は、ヒヨコ鑑定士。諸生ビナ鑑別士養成所に入所し、終了後に試験を受けて、 資格を取得する。口述の通り、鑑別士養成所の受験資格に25歳以下という年齢制限が設けられていること、資格取得までに時間を要するシステムになっていること、試験の難度が高いことなど、複数の要素が絡み、その結果として、いわゆる難関資格として知られている。また、資格を取得しただけでは、職業鑑別士にはなれず、研修生として、 いわゆると低精度に近い環境で数年間の実践経験を積み高等交差に合格し、高等鑑別士となる必要があり、プロフェッショナルとして一本立ちするまでには大変な苦労があるとされる。バケツに積み重ねられていくひなラン用鳥の私有鑑別において卵を産まないオスは殺処分される。生まれてすぐに殺処分するという慣行は障害国では、 動物愛護の観点から問題視されており、深前で、まだ肺が痛みを感じる前に、性別鑑別できる方法が開発され、ドイツでは一部実用化している。2016年6月9日には、アメリカ経卵生産者団体が、2020年までに、オスのヒナの殺処分撤廃を目標にすると発表。この目標は達成できなかったが、 依然として UF はこの問題に取り組むことを目標としている。2018年ドイツではオス殺処分を伴わない卵がスーパーに出回るようになり、2020年1月フランス政府は2021年末までにオスの殺処分を廃止すると発表。世界で初めてオスの殺処分禁止を決定した国となった。同年フランスの最大手コ売り店カルフールが スーパーでのお刺殺処分を伴わない卵の販売を開始した。ただし、現時点でドイツやフランスで出回っているお刺殺処分を伴わない卵は産卵後7日目以上で選別作業が行われており、オスの苦痛を完全に回避できているわけではない。なぜなら産卵7日目以降で痛みを感じる能力が卵内で発達し始めるからである。オスの殺処分は フランス以外の国では禁止されていないが、ヒナの殺処分方法については諸外国では動物福祉に配慮した方法が取られるようになっており、例えばイギリスでは不可常は英国動植物衛生庁で安不可によって監視されており、ヒナの処分はより苦痛の少ないアルゴンに暴露することによって行われている。肺間別法などの代替手段は導入されていない。日本国内では 殺処分の方法として、バケツに生きたまま入れていき、足、ビニール袋での窒息死などの方法が行われている。ありがとうございます。